小池由里の東京市長を脅した相撲取りの映像を見てびっくりしました。小池由里の嫌なものを見てしまった後、YouTube のチャンネルを変えていて、ドンマッツさんのチャンネルを見つけました。とても楽しく、爽やかです。ご紹介します。ついに出たという感じですね。まあちょっと前から出るんじゃないかっていう話だったんだけれど、まあ出てくれたということなんですね。こんにちは。まあ今日は非常に、私はご機嫌なので、マスクを外して、お送りしております。いや、ようやく日本の政治に光が差してきたというふうに思いますですね。これはもうなんて言うんでしょうね、勝てるだろう、勝っただろう、勝つだろうと思うし、このタイミングが出ると、ということは、東京都知事を、まあ、暗い、石原都政以来もう何十年続いているのか、この都政をですね正常化するということが可能になりそうだということなんですね。やっぱり東京都知事はやっぱ違いますよね。まあ、大阪関西には、維新という、まあ、どうでもいいうんこ政党があるんだけれど、まああれはまあ東京は取れない、大阪でとどまっていてくれということなんですよね。暗さを打ち払う蓮舫さん、今日は大変お忙しい中、急なお呼びかけにもかかわらずお集まりいただきありがとうございました。私蓮舫はこの夏予定されている東京都知事選挙に立候補いたします。今私が身を置いている国政では、自民党が引き起こした裏金議員、政治と金の問題、これへの対応が急務です。どういう感じだったかというとね、こんばんは、衆議院議員の蓮舫です。こういう感じなんですね。なんか今もちょっとこう、今国政がってこう、国政がって言わないですよ。国政がってちょっとこうなんかこう、不安って置くような言い方するんですね。衆議院議員の蓮舫です。いいですね。この鈴屋がこう歌うような声の出し方で、スッとこう、小倉蓮舫節と言われるものなんだろうけども、あ、参議院議員でしたね。そう。参議院議員のですね。政治って本来そういうものだと思います。非日常と言いましたけど、日常のレベルのところで熱く一人一人が、いや、それどうなのっていう言える。今までその、その日本人のためにとか日本の利益を第一にとか言っていた、あの石原慎太郎みたいな政治家が何十何年も君臨して、で、小池がその後を継いで何年暗黒に沈んで、ほんでどうなってるんですかということですよ。それはその自民党の失われた30年っていうものを、その石原都政以来、いや、その前、ちょっと前からだと思いますけれども、それは東京も足並みを揃えて、失われた30年、蓮舫さんを都知事にしていただきたい。関西から東京の皆さんにお願いいたします。というわけで、今日はこんなところで。蓮舫さん、頑張れ。YouTube のこの下に東京都知事の黒歴史の動画を置いておきます。ご覧ください。